こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。大盛況に終わった新日本プロレスのロイヤルクエスト、そんなビッグマッチを終え息つく暇もなく、鈴木みのる選手には新しいストーリーが用意されているようです。そんな今回はこの鈴木選手の今後のストーリーを考察していきますので、最後までご覧ください。それでは早速行ってみよう。ロイヤルクエスト。現地時間8月31日に行われた新日本プロレスのイギリス大会 NJPW ロイヤルクエストは大盛況で幕を閉じました。そんな大盛況な大会のメインイベントは、チャンピオンの岡田和親選手と鈴木みのる選手による IWGP ヘビー級王座選手権が行われました。G1 クライマックスに参加できなかった鈴木みのる選手は、腹いせと言わんばかりに G1 最終日にチャンピオンの岡田和親選手から完全なる3カウントを奪い、この IWGP ヘビー級王座宣言を力ずくで手に入れました。49歳で IWGP ヘビーを手に入れた天竜源一郎選手の記録を塗り替える51歳での体感になるかと注目されたものの、結果から言えば33分25秒でレインメーカーからの片指固めで惜しくもベルトを逃しています。しかし51歳という年齢でここまでの頂に登れたエネルギーが凄まじく、新日本プロレスの歴史に残る一戦になったことでしょう。そんな鈴木みのる選手ですが、次なるアングルはすでに用意されているようです。ライガーとの遺恨。先日発表された次期シリーズロードトゥーデストラクションでは、メップ、鹿児島、そして神戸とキー大会で全戦中心サンダーライガー選手と試合が組まれています。つまりこれは今年5月以降ミュートされてきた鈴木選手とライガー選手の決着アングルの再始動を意味しています。大地選手との遺恨も過去に決着がつかないまま消滅していたので、このシリーズで再燃もありえるかとも思ったのですが、大地選手の名前は今のところこのシリーズどこにもありません。これはこれで気になりますね。開催地。ここで気になるのは鈴木選手とライガー選手のアングルはどこで決着がつくのかということで、引退の東京ドーム大会まではまだ4ヶ月ほどあり、引っ張りすぎとも考えられます。そして今回のイギリス大会で大いに実感した鈴木選手の人気、前の動画でお伝えしたように海外での人気も高く、ビッグマッチの際に鈴木選手の試合を組むであろうと予想すると、ファイティングスピリットアンリーシュドでこのアングルは決着するのではないでしょうか。海外人気の高い者同士の対決というのもさることながら、ここから東京ドーム大会まではもうアメリカ大会は予定されていないので、最後の顔見せとしてライガー選手はカードが組まれる、かなり可能性の高い大会なのではないでしょうか。そして試合後には、正直俺は引退を考えていた、でもの17年前のあの日お前は俺のリングに上がってきてくれた、俺は思ったよ、まだできることがあるかもしれねえって、それに気づけたのはライガーお前のおかげだよ、こんなことは言いたくねえけどありがとよ、なんて言ったりして。今日はここまでです。今年4月の鈴木選手の行動ではオープンフィンガーグローブを持参してました。もしこの試合が実現したら MMA ルールになるんですかね。皆さんはどう思いますか。本日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。お相手はリリトでした。それでは。